さあ、お、地下ステーション行くか。これならありでしょう。濃縮製氷、清水機。地下ステーション。来たー。これは？壊すしかないね。壊すしかない。残念。戻んなくていいってこと？なんか、あの中でパワーアップを決定させるとかなかった？あと、その、資源をあれに入れられるとかだったら最高だよね。あんのかな？全然あの、異物が見えないね。マップ台かな、これ。帰るか。一回目戻ってあのステーションを強化しよう。いや、むずか、いやー、やる？やってみる？入れぞ、入れぞ。やれんことはない。ハイレゾ取って、あれの中でパワーアップさせるとかがなかったっけ。これだ。ハイレゾモニター取る。リモートアップグレードができるようになるのか。取れねえ。元素スキャンはいいや。アップグレードがあそこでできたら最高。水が一個あればいいのね。とりあえず戦闘があそこで自由にできる。あとアップグレードもあそこでやれるんだったら俺が上に行く必要がなくなる。すごいな、そう考えると。水持ってってやろう、それ。でもキノコか、キノコ取りがないともったいないのか。でもスーパードリルあったらキノコもなんか。これでリモート強化導入取った。相当やばいんじゃない。危ない。ひたすら掘ります。ひたすら。お、ついに硬くなった。そこですぐ戦闘ができるってやばいね。で、アイテムはドローンが運んでくれるから。ドリル上げた方がいいか。ドリル上げよう。うわぁ、できちゃう。ドリル。もう行っちゃう？行っちゃう。ちゃ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 。あー、来んのか。いいよ。入れぞ。ただ、モノクロ調かな、ちょっと。やっぱ肉眼とはちょっと違うね。いいんでない？異物探そう。いや、これドローンだな。ドローンもうちょっと強化しちゃおう。ドローンが64。水がねえのか。あ、水か。わかった。
水探すべし。ドリルはかなり強くなった。空洞がパッと広がる。おーすごいな。道開けとこ。本来壊せない壁が一回で壊れるってすごいね。ただ異物は全然出ねえ。いやー楽しい、爽快ですね。上はもうないよな。あの右あんのかな。まだ、うわ、ほんとラビリンスだな。つなげとく。ないか、よし。下に向かおう。結構、34ある。レーザーの速度、威力は次。丸がねえんだな、水。キノコ生えてる。いっか。体力も大丈夫そう。下行っちゃうか。まだあるんだ下。水出てきた。マップ広いね。てかさっきのさ、マジで吸収されたの何だったんだろうね。マジでただの罠？すごいいっぱい出てくる。もう一回ぐらいドローンやった方がいいかな。ドローン速度、あー水がねえんだ。左行った方がいいのかどうか。大量、お、これは自分で持ってないといけないんだな。うわー大鉱脈。かなり今深いところにいるから間に合うかなっていう。あ、でもこいつがついてきてくれるから最悪その場にガジェットを置いて乗り込めばいいのか。よくできてる。最強なんでは。なんか近づいたら今キノコがちっちゃくなったね。なんかさあ、お、え、何？スーツブラスター。採掘ブラスターをスーツに導入し、周辺の岩層を爆発の力で破壊。おお、すごいのある。はい。投げとく。久々。とても綺麗。
ブラスターは充電かな。石10個いける。石の鉄か。ブラスター、説明がアクティブスキル、多分視覚とかだと思うんだけど、チャージは 1.5 サイクル経たないとチャージもされないんだ。ほう。チャージ速度が。まあ、今んとこいいか。行こう。お、視覚で放射線状に破壊するだって。ブラスターは自動的に充電される。いきますよ。あ、でもここ壊れないか。ここでやってみようか。いくよ。ほい。なるほど。お、鍵、1個目。ブラスター、先に手に入ってたら、使ったかもしんないな。なんかあれじゃないの？硬さ無制限で壊せるとかじゃないの？ブラスターは。あそこが見えてる。すごいな。水入ったかな？ドローンの速度上げたいよね。あ、でも異物回収だからもう、でもあれか。いや、水入ってねえわ。持ち帰ればクリアか。じゃあ、ちょっと探そう。ヒントはここにある。貫通できるから、今回。硬い壁も。これが元か。4箇所ぐらい鍵ありそうだね。いやー、左の方に1箇所と3つかな。下になんか出てる。あ、下にも出てるね。やべやべやべ。素晴らしい。レーザーいけるね。失敗。なんだあいつ。おー、あー、なんかちっちゃいの産むんだ。この画面だとちょっとわかんねえ。回復しとこう。24個もある、一応ね。水いったかな。まだ1個だ。水持ってってくんない。クリアは別に普通にできそうだね。わ、これ強いわ。一直線だもん、鍵まで。これやばい。なんだっけ、ハードドリルだっけ。4箇所ね。本来は迂回しないといけないんだけど。うわー、強い。しかも2マス先まで見えちゃうから。あと1個。負けるだけ開けとこうか、とりあえずね。これで。で、俺が水ちょっと持って帰って。ドローンを、ガリガリに強化して、めっちゃ運ぼう。とりあえずひたすら水を運んで、ドローンを。ゴリゴリ強化。上に戻るの久々。
キノコ生えてる。速度か数が11体になる。11体って次速度やろう。暇なので下まで行ってる時間はないのであるかもしんないしな。柔らかい。すごい。さあ来るがいい。明るい。これレーザーサイトあったらいいな。大丈夫か。やばい、来た来た来た。やばい、一気に。ああ、あいつを産むんだ。危なかったね。これレーザーも最強までいけない。レーザーのいけるわ。でもダブルがないんだな。投射物分解とスイベルヘッドって今度取ってみる。でまた水を持ってきます。最強を目指そうぜ。こうなったからには。お、運んでんじゃん、えらい。お、運んでんじゃん、えらい。いけそうだね。じゃあ俺またちょっと地下掘って資源探すわ。真ん中開けとくと移動が楽になるかな。マップは台っぽいね、やっぱね。鍵4つだったんで。あるね。ドローン強化すっか。俺はこれしか持てない。とても貧弱。俺は貧弱。ではドローンの速度、ドローンスピード。あ、待って、戦闘ドローンとさ規制ドローンやってないじゃん俺。マジかよ。まあいいか、あげる。次は鉄がないのか。こっちも鉄がないか。はい、まあ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 、どんどん持ってってくれ。鉄を持ってってくれ。どんどん掘ってこ。あるね。まあそろそろ最下層じゃない。ん、やばそうな予感がする。やっぱ垂直に掘ってちゃった方が早いか。結局レーザーとかは最強だよな。あとスイベルヘッドか。しゃあね、しゃあね。いやー威力すごいんだけどね、やっぱね。下ほちょっと早いか。あそこまで行った方が早いか。使ってないよ。これ壊せんの、ここ。いや壊せないよね。ドリルの方が強い。
左側はあるね。じゃあもうドローンに全部任せよう。じゃあまたちょっと上げよう。速度、水がないか。上は何かあるかな。いやーまだあるぞ。でもさ、ツインレースはどこにあるんだろうね。あ、ドローン今一瞬影見えたわ。めっちゃ速い。あるねー。穴開けとこう。あと異物持ってくだけなんだけどね。どうせならゴリゴリに強化したい。スイベルヘッド、あ、来た来た、早い早い早い。スイベルヘッド取れる。投射物分解取れる。終わった終わった。もう来るわ。いや全然余裕あるよ。来たまえ。キノコがうにょうにょ動いてる。なんか見たことないやつ。またあれなんだあいつ。こうした。いよいよ見たことないやついるな。でもこれ以上強化ないんだよな。もうは下行ってみる。またまだあるまだある。ドローンの速度上げよう。水届いてないか。水届けるか。水水水水久々に戻ります。これもな、ここで資源入れられたらもうパーフェクトだったね。まあでもそうするとリフトの意味がなくなっちゃうか、さすがに。ドローン速えな。台数増やして速度も上げてって感じだな。俺の速度ってまだマックスじゃないか。久々だんだん明るくなってくるね。また投げとこう。時間まで掘ってるわ。あ、ドローン上げとこう。ドローンの台数を取ります。いやほど、壊せない壁壊せるってすごいね。何度も言ってるけどいいんですかって感じ。あと俺の速度はどうなるんだろう。まだマックスじゃないか。全然だわ。上げて上げて、で戦闘、あ、ドローンやろ。じゃあ規制ドローン、はい。三角がショックウェーブ、四角がドローン。
よっしゃ。あいつなんか、とどまってるけど、なんか産む感じかな、あれ。あの後。近場をちょっと掘っちゃうわ。ねえか。右は？こいつ、これ罠ですかね、やっぱ。ないか。ないね。ないか。青のエリアだ。なんかあるかもね。いや、意味ねじゃあブラスター上げてみる。つなげるか。来てる来てる。あれ、もうここまで来るぐらい運び終わったってこと？ドローン。アイテムを。お、あれね。硬いよ。ちょっとドリル上げるか。お、水来た。硬いね。いや、ゆとり来てる。意外。ドリル、あ、73個も入ってる。ドリル取る、次の上もある。スイベルヘッド取ったんだ。戦闘規制ドローンが2回になる。2回にする。ブラスト、これ説明がちょっとね、範囲がでかくなる。はいはいはい。まあ、この辺取らないとブラスターもあんま見なかったよな。乾燥スキャンいらないでしょ。キノコ農場、まあ今更だな。衝撃か、まあいいかな。おい、ちょ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 、あ、びっくりするけど、まだ時間あるよ。ドローンが2回使える。体力やばいね。サーカー19個ある。バリアとかももう最高になってるのでいいのか。ここ最下層じゃない？さすがに。一瞬で取りに来たドローンが。もうなさそう、資源。いや、あるかも。取り尽くした感すごいけども。わ、広がった。え、この先がある。いや、でもなんもないわ。あ、なんもないわ。うわはは、ラビリンス。上は硬い壁か。細い。アラビリーンス。さすがにか。終わりっぽいな。おっと、きっとドローンがこれをすぐ取りに来るよ。わあ、道が。来ないだと？これこそラストじゃない？
まだ青がある。あ、来た、ドローン来た。よし、じゃあそろそろ持ってきますか。水も入ったんじゃない？水が5個入ったから。ドローン、まあ今更だな。最速になる、これで最速無駄に最速。左側にあるのかな、まだちょっとだけあるね。あと青がある。戦闘に関係するのは、あとは規制ドローンか。あ、レベル3がある。3回だってやれるわ。はい、ショックウェーブも上げるか。どうせ1回しか使えないもんね、クールタイム足んないから。あ、スイベルヘッドすげえ効いてるわ。わ、強い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 。消せるんです、弾消せるんです。ドローンめっちゃ出てた、すぐ帰ってきた。さあこれでもうラストだな。さあこのゾーンに残ってるかどうか。あるね。いやでももうさすがにやり尽くしたぞ多分。あるね、繋がった。あるね。硬いんだまだ。よし、じゃあ持ってくか。異物もうないでしょう。異物があったところから1個、まだもうちょっとある。1個下まで資源はあるっぽいんで終わりか。これで最後じゃない、本当に。左も終わりか。あるのかこれ。あるわ。どうせなら全て。おタコ、え、今更こんな奥底に封印されてたの、かわいそうに。しかもこれを目覚めさせるための水が多分手に入らない。あるのか水。思ってる、あるな。左側にあるな、なんか。でもこれさ、本当にもう、あげるやつがない。82個ある。武装最強。ドローン最強。じゃあ、あれやるか。衝撃ハンマー最強です。硬い硬い硬い。いやー余裕っすな。もうちょっといける？まだある？そのタコはさ、
さすがにちょっと目覚めさせてあげようよ。かわいそすぎんか？ないな。水がないと目覚めないんだが、多分干からびてるんだ今、あのタコ。タコよー。ないよー。あるか？水。タコが不憫すぎる。でも今さ、ドローンが最強だからさ、水が出た瞬間持ってかれるかもしんない。そんなことはねえか。色が変わる。柔らかいやつだ。水、あー、あったあったよかったな、タコ。意外とまだある。横開けるわ。ここセンターか。接続が切れた瞬間に多分泥に持ってかれるので。さあ目覚めよ。君より優秀なドローンが16体ぐらいいるんだけど、頑張ってくれ。よし、じゃあ異物ゆっくり持ってこう。もっと上の方かも。おっと、ショックウェーブのあのハンマーがすげえいかつくなってるね。一瞬。おー、強いなー。大鉱脈にはなってたのかな。マップ台だとね、これぐらい強化できちゃうんだな。一応最強だよね。ただ結局ツインレーザーないぞ。ツインレーザーはどうなってるんだ。これを入れるとツインレーザーが解放されるとかある？ないか。さあ久々に地上に戻ります。もうキノコ全回収、全回収、オーバードーズだ。食べ過ぎだろ。いきます。これでいいよな。そう、なんかね、気づいてなかったんだけど、異物を入れると体力全回復するっぽいです。で、石が153個あって、戦闘に関係するやつはまあ上げまくっていいわけだ。オーバーチャージ、水で格納庫、よくわかんねえな。あげたけど多分よくわかんない。ハイレゾ関係ないでしょ。キノコパー関係ないでしょ。衝撃波も上げて、あー、使い道がない。四角の使い道がない。うおー、四角でなんかドームの修理できるやつもあった気がするけど、今回それは取れなかったので、いや、マジでこれで終わりです。ドローン出しとく。
制ドローンのおかげで遅くなってんだね、寄るのが。ツインレーザーないのが痛えな、これ。さあ、あとはタイマン。いやー、倒した。教会の依頼だとさ、このちゃんと最後倒さないとダメとかあるかな。新たな世界解放ミッションで新ガジェット。新しいステージ始める。いや、ちょっと一旦また戻りたい。これでバッジがもらえる。組合の報酬獲得に使用できるバッジを手に入れた。新たな世界と新ガジェット戻るよ。じゃあ、あれ、ここまで戻んの。ガジェットがなんか出た。あ、スーツブラスターか、取ったからここで選べるようになったんだ。バッチっていうのは1個持ってる。ガジェット用追加武装、これ。あ、リセット効かないやつだ。やっちまった。リセット効かないやつだ。ガジェット用追加武装2個持っていけるってこと。これあれかな、異物収集モードでも有効なのかな。ガジェット用追加武装、ガジェットを強化する追加武装か。なるほど。異物収集モードに関係があるかどうかちょっと分かんなかったね。よし、じゃあそんな感じでいいですね。あ、全部やんないとこれ下開かないの。入手バッジか。解放するためのバッジをいくつか手に入れると開くんだ。まあ、順番にちょっとやっていきましょうかね。あとこっちやるとまた変わるのかな。うん、これって別バッジもらえんのかな。全部でこれ16個、16個で埋まるの。これ埋まらないよね。あとバッジは21個必要だから、おそらくこっちの難関やるとまたもらえるとは思います。よし、そんな感じで教会からの任務いいね。また次回もこれやろう。なわけで今回はここまでに。あ、バッジ1個になってるね。ここまでにして今回はここまでいたします。それではまた。